どうですかこの目は。新庄ですね。整形やん。整形やん新庄。そう新庄似とる顔。目が似てる。目だけ。浜野さん。久しぶりですね浜野さん。久しぶりです。今日はなんか特殊なこいつやってるらしいわ。SK プレミアムマルチカラー。これで塗れるんだよ。この奇跡じゃん。あ、そう。そういうことですか。じゃあなんか。コナンどうやって塗るの？コナンローラーですよ。どうやって塗るの？ローラーこ材料がこういう風になってるの。ガラをつけれるローラーがあるもんね。だけどその階段のところとかその階ごとで無駄にならん。だからまあ面で折りと。そういうことよね。一回乾かしたらもう終わりだよね。帯が入ってるんで。帯までは一気にもう塗っちゃって。面で折りんと多分。もうそれ全部ガラついちゃうよね。はい。これすごいな。ちょっとなんかいろいろ説明してください。じゃあ浜野さんバトンタッチ。あ、そうそう。なんか5回か6回かなんか塗るんでしょ。6回です。6回塗りですか。シーラー塗って、このベースを入れて、シーラー塗って、シーラー、まあ、下塗り剤ですね、はい、もう滅着剤というか接着剤ですね。接着剤で、ベースをマルチカラーベース。この柄になってるってことですか。塗料が、これ開かないんですかこれ。マルチカラー、マルチカラー。おい、はい、おい、すいません。何俺の携帯で撮っとんだお前。すいません。あ、何忘れたんだお前。お相撲ポケットです。あ、これ、はい、なんだその顔こら。はい、白眼で見分けてみろよお前。白眼出せよじゃあこら。白眼出してですか。白眼出せ、ちょっと出せ。白眼出したらいいしやろ。白眼無視だよ、浜野さん。やばいっすね、現実ね。白眼俺は千里眼強い、千里眼ないけど何やった。シャリンガン。シャリンガン。シャリンガン最強だろ。シャリンガン最強。ねえ、浜野さん。ナルトなんですか。そうそう、こいつがなんか動画撮っとる、バカみたいな動画撮っとるもん。知っとんだ、ナルト。知ってます。ねえ、浜野さん。子供が持ってるもん。あ、で、読むの前回読みましたね。マジでやべえじゃん。鬼滅も全部読みました。あ、マジで。鬼滅も単行本出た。多分終わってますね。うわうわうわ、何これ。え、でもくっつかんだ。誰これ2回目なんですね。あ、でも薄いもんね。あ、すごい。あ、これでも無駄になるでしょ。であ、これでいくんだ。あ、すごいじゃんこれ。あれです、経過圏なので、もうメーカーが出しとんだ、ローラーも。マルチカラーのローラーってことですか。あ、専用ローラーだ、完全なる。浜野さん側では結構もらってますか。いや、ちょっと納得してない話あんまり、はい、そう。あ、営業担当誰ですか。これマスーチ。マスーチ、そう、あんまりもらってない。うん、まあ分からんですけど、ね、やってみないと分かるからですか。単価はどうですか。まあ、あとは要相談ですね。終わったから。優しいな。優しいですね、うん、俺はこれ、はい、作り物の目だろ、はい、人造人間だろ俺の目は。浜野さんの目見てみ。真の男ってこういうもんよ。真の優しい人っていうのはこの二重ににじみでどうだろうお前。昔から二重だもんね、うん、俺は作り物の優しさだね。今馴染んできましたね。あ、だいぶ腫れ引いてきてるな、はい、うん、視聴者の皆さん、浜野さんも来た瞬間、ああとか言って、しかも今日公開だろう、ちょうど今日公開ですね。お母さんに怒られたやつ。僕のお母さんに怒られたやつ。僕44歳のお母さんに怒られたやつ。お父さん突っ出したまま怒ってたやつ。あそこカットした。カットしました。だってよお前、モザイクかけて、なんでそう出さんのだってお前。こういうところ塗るんだったら、もうここで終わらせたら、もう こっちで、あ、次の日塗ったらもう全然違うもんね。要はこのかぶりがあるでね。あ、ここだったらここでこう、ここに線引いて、まあ段がある分ね、うん、それかもう塗っちゃうか、もうここまで塗っちゃうしかないもんね。でそれかもうここまで塗っちゃうしかないもんね。だから面々でやってって、そのまだ面はいけたとしても、たまあこれギアがあるとこはいいけどね。そうですね、風があると、そうそう、縦があって、そうそうそう、足場からもうささっと降りてこない、忍者みたいに降りてこないんだって。よくマンションでさ、はい、なんかさ、外から見たらなんか四角のなんかもやーっとしてるとこあるよね。あれは足場のつなぎが出てる。足場のつなぎが全部出ちゃった。あ、そういうことですか。そうだよ、時間が経って、時間が経ってない、もう最初からなってるんだ。だって下手くそが塗ったなんて、
あ、塗るとき2時間が経ってそう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 横横走ってって足場でずっと走ってって、はい、降りてまた次つなぐもんで足場のつなぎでねだって穴もだって水の量も違ったら柄全部違うあそんなそりゃそうでしょだってローラーの立ちが出るじゃん、はい、これで引っ張ってこれボコボコしとるもんねこれで引っ張って柄作るってことだもんねある程度で乾いたところを重ねちゃうと、はい、そこだけ枝がいっぱいついちゃうもんね、はい、そりゃそうだよねでそこがもうもわってなるね出ちゃうそうそうそうでこれ結構難しいんだよこれ簡単にねみんな言ってるけど腰痛いんだねいや大丈夫ですなんかもう歩き方が腰痛そうじゃないですか最近肩が痛いんですよなんで50で緊張してますよ。これかと。いやいや。これってもう50度が重大派、重大派ですよ。目は、目は、あ、何ですか。わからないんですよ。これ傷つく。入っちゃった。グリップやすいだんじゃん。こうやろ。わかる。こう持てよ。こうやってやるのはいいんだけど、これ体に負荷ないんだわ。こうやっていくとな。でもたまにこっち側痛いから。はい、それかこっちの手でやること力。そうですね。そうするともう負荷が。これが一番いいな絞るのが一番体にとってよくない浜原さんこう入れたわこうカーン入れたもんでおーってもう年だったのにこんなやってもたかわーって浜原さんですかそんな元気ないですようっせーだよ聞いとるよいやいやあちこちのミラリトードは聞いとるまあコロナで言ってないですけどね結構好きって言ってたんですかもう好きですよ、うん、こっちも見てなそうですよ、まあまあ、うちの浜野がうちの浜野がまあとんでもないもうこれだからもうこれがこれでも本当にレジェンド申し訳ございませんなんか元もに申し訳ございませんでしたちょっと話戻しましょうか砂みたいなのが入っとるんでしょだってこれこうなんだうわ本当や水分の中にこれが入っとるみたいな感じだそうですねだってやっぱベース下付けしっかりつけとかんとこれをつけるだけだね、本当にそうですあんまりつけちゃうと、うん、多分止まらなくなっちゃうあ、そうかそうか、ね、その下の色はもうこっちで出すんだそうですそうですベースの方でこれ色出して、これはもう表面のあ、そういうこと砂付けだ、ガラ付けだあ、そういうことだあ、そういうことだ考えたな、SK ちゃんちょっと営業にお金の話で電話しようかねえ、もう俺電話するわちょっと偉いぞこれ、って言っていや、電話するしかないね、今困っとるでね、浜原さん優しいなの優しいなのちょっと出ましょうかちょっとまずいし出ましょう、はい、もしもし、お疲れ様ですお疲れいお疲れ様です僕社長だよはい僕社長だよ、君は誰マスジですなんか今さ、これあの浜原さんの現場来てんだけどさなんか聞こえた？はい、聞こえました。おなら。はい。嬉しそうやお前。はい。おがまかお前。はい。なんかお前なんか物件単価お前全然合わんって浜田さんぶち切れとるぞ。一応それ見てもらってるんですけどね。節算からどれぐらい取ったん？節収さんからでも135だったと思います。135？135安いじゃんはいはなんでそんなお前もっと取るよお前すぐ安売りするだろ、はい、浜野さん、はい、もうめちゃめちゃ怒ってもう俺帰るって言ってるぞ、はい、俺もう帰るよって言って乗り換え道場なんかもう二度とやらんよってはい俺春日山マスイちゃんってあいつ関東行って入る一番いいんだよって言ってるよね浜野さんいや浜野さん優しいですそんなこと言ってないですよあ言っとるってもう多分後ろで多分笑ってると思います笑ってないって笑ってない今日帰り春日井店行くって言ったよ春日井店来てくれるんですか来てくれるんですよ行ってもうボコボコに殴るって言ったぞはいボコボコにあの塗料混ぜるやつのプロペラでもう顔バキバキにしてあるって言ったよザクザクにしてあるって言ったよ力だけ用意しとけって言ったよ、はい、100分の線だけ用意しとけよって本当に何か足りんす16人ぐらい16人じゃちょっときついぐらいだよね16人普通の戸建てでこれ普通の塗料で普通の塗料ででも16人出してないと思いますけどね大体多分16やったら36とか8だぞ32はい16出とるでしょ、ね、そんな厳しいうち最近そんなに出ないですよ30、はい、ここで結構でかいでしょ出ないですよ
おざらでちょっと向かろうか、はい、まあ切るわ、まずち、はい、俺が悪いかもしれない、とりあえずまたかけます、ごめんなさい、お願いします、すいません、たらたら来てちょうちょう喋って帰りたいでしょ、でしょ、何しに来たんだこいつみたいなあるでしょ、ぶっちゃけあるぞ、視聴者の、はい、あるぞ、浜野さんはっきり言ったよ今、もう何しに来たんだお前、ペコちゃん何しに来たんだお前ペコお前何しに来たんだお前、でもあいつはだって余裕でしょ、そうですね、あれ一番余裕よね、はい、うまいよな、ただまあグレームになったりもするで、そこはちゃんとやってかなかったんだけど、バカみたいに毎日朝から晩まで現場顔出してやっとかわからないやつ多いんだな、営業は真面目だけどつとまな、つとまなっすね、ほんとにつとまな、うん、それが結局お客さんが喜ぶことじゃないもん、毎日行くことが喜ぶことじゃないでね、お客さんに頼まれたことパッとやったりとか、提案ピシッとしたりとか、かゆいところに手が届くのが仕事だよね、営業は、うん、それが分かってねえよみんな、あはいガキガン出せやもう嫌ですもう嫌です、お前何も運びになるんだ、まあじゃあちょっとマルチから最後まで追っていきましょうか、そうですね、ちょっと登場が増えるかもしれないですけど、これちょっと本当特殊だね、どうなるか僕も楽しみです、はい、じゃあ視聴者の皆さん、今日は、あの職人の浜野が単価が合わなくて物申しました、はい、今後浜野さんと松井が喧嘩するとこが見たいので、討論会の討論会、マジで、あ、いいですね、営業とガチンコ討論会、あんまり言えないですよ思ってても思ってないんでしょ、優しいから思ってないんじゃないですか、ちょっと思ってるとこある、いや、なんとかできるもんね、これだ、しょうがないな、でもまあそうだよね、会社って本当はみんなで一緒に作っとるからね、本当にそうですよね、で営業もそれに応えてやがるね、あんま言わ、何も言わんのはいいことに甘えまくる営業会社もあるでしょ、前のところなんかそうじゃないですか、多分、うん、今黙っとったらもう何もでも食いついてきて、それはちょっと違うでしょって、まあでもちょっと営業頑張って仕事って7月までいっぱいになって言っとるね、頑張っとるんですよ、まあ、結構だいぶこれも決断されてるし、まあ、相手さんと河合君が本当に成長したね、うん、本当にいい方向に動いてるなと思います、いいこと言ったな、いいこと言いました、うん、何て言った今日の名言は、白眼出せよ何お前こっちあれですよ、お前マジで、お前マジで、すいません、今日の名言なんだ聞いとんの、右手、お前俺の目の中見て、はい、怒っとるか本当に怒っとるか本当に怒っとるかチェックすんのやめろ二人だから分からんだろ、分かんない、全然表情が分からんだろ本当に怒っとるかどうかはい、そんな感じです、まあ、またちょっとじゃあボッてきますんで、はい、ぜひ塗り方とチャンネル登録いいねよろしくお願いします、あとそうそう、塗装屋さんね、あのマッチングサイトできて、ちょっとね、これ全員が見てるで、メールで送ろうかなと思ったけど、登録業者がね、今500社超えて600社になって、で、まあ一回もう打ち切ろうかなと思ってる。で、今ちょっと登録してくれてる人たちは第2次の募集になると思うんですけど、あの、まあちょっと詳しいことはまたメールで送信するんだけど、マッチングサイトが、多分仮オープンで、今月の中から後半ぐらい、6月だね、今。で、現状今6月の10日今日。そうです、うん、で来週打ち合わせあるもんで、そこから多分リリース1回やって、もうほんでもう3ヶ月ぐらいでもう急ピッチでアップデート、みんなからいろいろこれが使いづらいとかああだとかで、あんまフリーズしちゃったとか、はい、いろんなものを吸収して3ヶ月ぐらいやって、はい、うん、まあまあトータル1年ぐらいかな、まあ、今年いっぱいぐらいいいんかな、で来年ぐらいからもう有料化 で今登録してくれてる人たちは、まあ、優先的に入れていこうかなと思うけど、ただお客さんが増えるならあんまり塗装業者さんばっかり増やしてもしょうがないもんで、はい、今ここで行こうと思うんで、まあ、ぜひあの早めにね登録してくれとったら、もうその順番で入れていくもんで、予約でね、はい、あのぜひ登録の方よろしくお願いします、お願いします、お願いしますまたねまたね、やめちっちゃいですわけです、だけどそれ面白いかなと思ったけどつまんなかったからつまんなかったと思います今浜野さん優しいな、困っとるな浜野さんすいません、じゃあ一応ちょっと久々に俺もこの格好だもんね、ちょっと上げてかなかなと思ってちょっと上げっぱなしに上げましたわ